へっ、てへっ。ん？この声は。まだこう動きがぎこちない感じがするな。もうちょっとこう滑らかな動きができるといいのだけれど。一人で鍛錬に励むとは杖が出るな、キュール。お、兄上。すみません、お騒がせして。いや、むしろそれくらいでなければな。キュールの凛々しい立ち振る舞いは我が身を引き締まる。あ、そんな、恐縮です。キウルはこんなにも星取りのことを慕っているんだな。自分はその思いに応えられているのか。自分ももっとそれにふさわしい貫禄や立ち振る舞いを身につければと思う。いい機会だ。ここで頼れる兄貴分っぽさを発揮しておくべきだな。どうした、悩み事でもあるのか。遠慮せずともよい。キュールとそれなしの間柄ではないか。何でも申してみよう。兄上、何でもよいのですか。ああ、一向に構わぬ。では私に稽古をつけてはくれませんか。稽古だと。はい、今一人稽古をしていたのですが、どうしてもうまくいかないところがあって。兄上は素手での戦い、徒手においても名手であられましたね。私の徒手も兄上の演武を見て習い始めたものです。ですから兄上にご指導いただければと。おいおい、無茶言うな。今だって戦うときは結構ギリギリなのに、おしとるの武芸なんて真似られるはず。ダメですか。この迷い子のような目は卑怯すぎる。そんな顔で見つめられたら断りづらいじゃないか。やむを得ん。まあ見ることならできるが。ありがとうございます、兄上。笑顔が眩しい。しかし、まずいことになったぞ。徒手の技と言われたら、まるで経験がないんだが、言うだけならなんとかなるはずだ。付け焼き刃でもそれらしい助言はできる。適当に受け答えして早く切り上げよう。それで、どこが気になっているのだ。それがその、どうにも手の動きがぎこちなくて。手の動き。はい、突き出す時の手のひねり具合というか。もう少し詳しく説明してもらえるか。あ、すみません、自分でもよく分かっていないせいかうまく説明できなくて。そうか、ならば仕方があるまい。キュールよ、今一度稽古し直し、説明できるようになってから聞きに来るがよい。待ってください、兄上。説明はできないのですが、お手本を見せてもらえば、もしかしたらわかるかもしれません。何？手本を見せろだって。こっちが見るって話じゃなかったのか。なんとか言いくるめれば。いや、そう言われてもな、キュール。それがしも曖昧な説明では、何を見せればいいのかわからぬのだな。いえ、それなら問題ありません。今練習していたのはあれですから。あれ、あれとは何だ。ですから、兄上が以前見せてくれたあの徒手の奥義じゃないですか。お、奥義。はい、あの流れるようなしなやかな動き、初めて見た時からずっと憧れていました。それで私もいつか習得したいと、暇があればいつも稽古していたのです。ですが見たのはあの一度きりですから、今一度見せてはくれませんか。うん、奥義、奥義だな。またその目で、こうなりゃやけだ。やってやろうじゃねえか。しかしだな、
奥義と言われても全然わからんぞ。期待されまくってるな。とりあえず先に手本を見せてもらおう。ではそれがしの演武を見せる前にヒュールがどの程度の腕前か見せてはくれぬか。私がですか？わかりました。あまりにも未熟でお見せするのは恥ずかしいのですが。よしよし、これを見て真似すれば簡単だ。あとは適当に言い逃れよう。確かこうやって相手の首を親指と人差し指と中指で粉砕するはずなんです。なるほど、そんなもんか。言うほど難しくはないな。死ぬ気でやればできるかもしれない。兄上はこの攻撃を一瞬で5発放っていましたよね。だと私もゆっくりとやる分にはできるのですが、それでは威力がありません。主刀のただ一戦で相手の首を落とすのも難しいのに、それを瞬きしている間に5連続とは、さすが兄上です。では兄上、支度が整いましたらいつでもどうぞ。5連続か。5連続、さすがにそれは無理だ。ここをどうやってごまかすべきか。威厳を失わずことを済ます。よし、この手でいくか。キュールよ。何でしょうか兄上。その見せるのは構わぬが、あれは本気で人を殺めるため極めた技。そのためだけの技なのだ。故に相手がおらねばここで披露することはできない。そうですね、相手がいないとなれば本気は出せぬもの。これは失礼しました。分かればよい。キュールが相手でもよいが、それがしの本気で怪我をさせるやもしれぬ。故にここは今代わりになる置物か何かをお持ちします。え、しばしお待ちください。おい、行ってしまった。まずいな。結局やる羽目になるのか。かといって何も言わずに逃げたらキュールの信頼が。とにかく素振りして形だけでも。練習もなしかよ。すみません、動かぬ的では物足りぬでしょうが。これをどうしようと。さあ兄上、ご存分に。今さらできないとか言える雰囲気じゃないな。石像と対峙してるだけで手が砕けて具合が悪くなりそうだ。しかし兄上、顔色が優れないようですが、どうかなさいましたか？いや、気遣いは無用。今それがしは気を込めている。たとえ稽古でもそれがしは本気にならねばならぬのだ。キュー、お前のためにも。兄上、私のためにそこまで。追い込んでしまった。大丈夫だ。自分だって実戦で少しは鍛えられたんだ。自分は押し取る。巻き戻ると許されない。よし、行くぞ。その目にとくと焼き付けよ。恐怖に身を救って思わず狙いを外してしまった。慌てるな。それがしは押した。押し取る。今のはそれがしの呼吸、そしてこの石像の呼吸が合わぬことを悟り、突きを入れる寸前で腕を反らしたんだ。呼吸、石像のですか？そうだ、キュー。お前にはまだ分からぬだろうが、
木も水も石も森羅万象全てに呼吸が存在する。それを肌より感じ取ることこそが真の秘奥義。互いの呼吸が合わさればまるで木から熟した実が落ちるがごとく、触れただけで石像の首が落ちただろう。だがほんの少し呼吸にズレが生じてしまった。それでは首は落ちぬ。この石像をもろとも砕いてしまったはずだ。それではいけないのですか？キュウルよ、だからお前にはうまく技が使えぬのだ。これは技の鍛錬、決して石像を壊すのが目的ではあるまい。その断りに反した結果を良しとする心構えではいざという時に使える。それをキュウルに悟らせるため、それがしはわざと狙いを外したのだ。なるほど。それにキュウルよ、お前は果たして見ていたのか？と言いますと？ここに立っていたのがお前ならば、それがしの右手が空を切った瞬間、勝利を確信して気を緩めたことだろう。だが我が左手に気づいたか、左に込められしこの力に。左手？あ、いえ、全く見ておりませんでした。ならば次の瞬間、地に倒れていたのはキュウル、お前だ。隙をついて左手から繰り出される必殺の一撃により、その胸は突き破られたはずだ。これぞ我が隠し技、二の腕。はそんな技が。おい、どうだ、信じてくれたようだ。兄上、ぜひその技も私に。いや、これは文字通りそれがしの奥の手。出すと分かって構えられては効果が減じてしまう。たとえお前であっても見せろと言われて見せられるものではない。ですが、知りたければ体で感じ取るほかない。だがそれは命と引き換えになるやもしれぬ。それがしもこの技を習得する際今では傷もすっかり塞がったが、あの時のことを思い出すと、その恐怖で真の像の古傷がな。何、大したことはない。しかしキュウルよ、もしその覚悟があるなら、それがしも本気で。兄上が恐怖するほどの。いえ、申し訳ありません。今の私では到底兄上の境地には至れません。兄上の技をこの程度の修練で習得しようなどという思い上がり、恥ずかしく思います。わかればよい。だがキュウルよ、決して前へ進むことまで諦めてはならぬ。いつかお前もそれがしの境地に至れるはずだ。相手から目を離さず、指先にまで神経を通わせ、ひたすら感覚を研ぎ澄ませる。大気を吸い、全ての呼吸を感じ取れ。さすれば、うん、やった。ただ一撃で石像の首が。すまん、五連撃のつもりが気を高ぶらせすぎ、次の一手を出すまでもなかったようだ。それがしもまだ未熟か。あ、いえ、ただ一撃でこのように石像が断ち切られるなんて、感服いたしました。今の呼吸をよく頭に刻み込んでおくんだ、キュウル。はい。ところで、それがしは技を放って呼吸が乱れてしまった。呼吸を整えるのに時間がかかるゆえ、すまるが先に帰ってはくれないか。そうですか。まだ秘奥義について聞きたかったのですが、でもそれは言葉ではなく感じなければならないのですね。そうだ。わかりました。兄上、お先に失礼します。
ってるよ、ついてるよ、抜いて。まずくないか、指が立ちてない方向に折れ曲がってるぞ。もうまずい、非常にまずい。青白くなってきたし、油汗も止まらんが、とりあえずこの指をなんとか元の方向に戻して、うわぁ、崖の下だ。とりあえずどこかに添え木になりそうなものは転がってないか。あと転んだとかなんとか適当な言い訳して不安な治療を。いたいた、オイステルの旦那。はい、行き違わなくてよかったですね。この子、奥義に役とあると。どうして二人が。どうしたのだ、お前たちまでこんなところへ。いえ、先ほどキュールさんがやけに上気したご様子だったので気になって話を伺ったのですが、実に興味深い話でしたので。まさか。聞けばキュールに都市の非奥義を見せたというじゃない。武芸をたしなんでいるもんからすれば非奥義と聞いて落ち着いていられないね。それで僕たちにも見せてはもらえないかと思いまして。おい、これ何言ってんだ。さすがにこの手の状態でもう一回なんて不可能だぞ。なんとか断らねば。キュールがどう言ったかは知らんが、大したものではない。あれはほんの仁義に過ぎぬ。お前たちに見せるほどのものではない。そりゃ旦那は達人だからそういうわけで。僕もキュールさんの様子からは相当な技と感じました。この目で確かめぬことには何とも言えませんね。しかしあれは火に何度も使えるわけではないのだ。できれば火を改めてもらいたいのだが。そうなのかい。ああ、それがしも残念だ。はあ、噂に聞くあの技に匹敵するものかと期待していたのですが。あの技？おや、ヤクトワルタさんはご存じないのですか。キュールさんに見せたのは月の奥義だったようですが、オシトルさんには足技の奥義もあるそうですよ。うまっ、まさか、わざとか、わざと言ってるのか。聞くところによれば三日月さんとの手合わせで偶然生み出された必殺技だとか。必殺技、それは心くすぐられる響きじゃない。あの三日月さんでさえ初めて食らった時は何が起こったのか分からず地面に膝をついたのだとか。なんだって、初見とはいえそこまでとは。そいつはぜひ見てみたいね。ちょ、待て待て、押しとるやつめ一体どんだけすごかったんだよ。しかしこの話の流れ、まずい、まずいぞ。こうなると次にな。そうです、オシトルさん、代わりにその技を見せてはもらえませんか。やっぱりか。そうだな、手は疲れてるかもしれないが足なら大丈夫じゃない。いや、しかし、まずい、まずいぞ。話はまた変な方向に転がってやがる。早く話題をそらさないと。一体どこで聞いたのかは知らんが、その技も大したものではないのだ。そうなのかい。そうだ、実に大したものではない。確かにそうなのかもしれませんね。よし、これで二人とも納得して。きっと僕たちに技を見られるのが困るのですよ。見られて困る、そいつはどういうことだい。おそらくは手品みたいな技なんですよ。ほら、見せてしまうと種や仕掛けが分かってすぐ使えなくなる感じの。なるほどね、三日月との試合で有効だったことが誇張されただけで実は大した技ではなかったと。やれやれ、噂話というのも当てにならないものですね。となるとキュールに見せた技も実はがっかりじゃない。待て待て待て、自
分自身がそういうハッタリ野郎というのは否定しないが、オシトルまでそう思われるのはまずい。そんな話がキュールの耳にでも入ったら、たとえ噂話でも心を傷つけかねないぞ。かといってそれを否定するためにさらに言い訳を重ねるのも余計に嘘くさい。やるしかないか。二人とも下がれ。オシトルさん、もしかして見せてくれるのかい？これはめったに使えぬ技、ここでしか見せられぬ。多分よ、無論キュールもな。おお、必殺技っぽいじゃない。それにあの表情、自分を追い込んでいる気配をひしひしと感じます。これは大技ですね。勝手なこと、文句を言いたいが今は考えるな。技にだけ集中しろ。さっきだってなんとかなったんだ、今度だってなんとかなるだろう。多分、しかし体に力を入れたいが指が痛すぎてそれどころじゃない。ああ、指がじんじん痛むし、頭の中もガンガンして、何が何だか。ダメだ、足技とかとても無理だ。こんな状態では気合を入れようと拳を握りしめただけで痛すぎて死ぬ。絶対に死ぬ。どうする、どうする、どうせば、せめてせめて拳を握れれば。鬼様、こんなところにいたですか。あれはまさか。見たか今の。いえ、僕の目ではとても捉えきれませんでした。あんな蹴りを出されたらかわしきれないじゃない。受け止めてもあの無数に襲いかかる蹴りの連続じゃ骨が砕かれるね。まさに流星のようでした。さすがですね、オシトルさん。先ほどは手品のような技などと失礼なことを言ってしまい申し訳ありません。見ていただけなのにこっちの震えが止まらないじゃない。確かにこいつは興味本位で見るもんじゃないね。はい、それにこの殺気、技を放った後だというのにまだこのピリピリした空気、僕ならこの殺気だけで降参しますね。まずいね、これは迂闊に触れられないじゃない。ここまで自分を追い込まなければ使えない技なのでしょうね。こいつはそっとしておいた方がいいんじゃない。ええ、あまり刺激しないようにしましょう。迂闊に間合いに入れば蹴り殺されてしまいます。じゃあお嬢、旦那によろしく言っておいてくれ。では二人は一体何を言ってるのですか。鬼様、そのせいで反射的に飛び上がって足をジタバタさせたが、痛みでも意識は、兄様、これならどうですか、兄様。軽く強度もある。これなら安心して水を流せるな。
速工房の方に量産の指示を出すです。ああ、よろしく頼む。それで兄様、測量の方はどうなったです？大方は終わっている。今測量の結果に合わせて水路の設置場所を浅く掘り進んでいる最中だ。投函の数が揃う頃にはここから順次運び出し、湖を目指して埋設していくだけになっているだろう。いよいよかな。ああ、いよいよだ。まさかこんな一大事業になるとはな。やればなんとかなるもんだな。いずれは水の供給が追いつかなくなるだろう。その前に目処が立ったのは喜ばしいことだ。そうだね。明日からはそれがしも現場に出て陣頭指揮を取ろう。クオンには工事の進行度合いを見定め、事業全体を統括してもらいたいが、頼めるか？うん、もちろん。